始まってた。こんなら楽しみだ。まあ昨日はちょっと残念ながら延期になって今日になりましたけど、めっちゃ楽しみ。しかもこれさ、全編無料だよみんな。今が布教のチャンスだよ。布教するタイミングは今日だよマジで。一般人にめちゃめちゃ LINE で送りつけな、この URL を送りつけてやれ。ララはもう送りつけたよ。無料で見れるからちょ見てよ、お願いって言って送ってきました。ララはお疲れ様でした。皆さんもそしてフォロメもお疲れ様や。はぁ、楽しかった。みんなもありがとう、たくさん来てくれて。ちょっと動説とかね見てないんだけど。はぁ、なにこれ、え、なに動説バグってんのこれ。はぁ、ちょっと待って、あの彼氏やら彼女やら、まあ、いない人はごめんなさいだけどね広めて帰りましょう今日は。まあ、これで夜の分もね楽しんでいこうややばいな君たち、どうしたまあ今日はねとりあえずあの自分の宣伝よりもホロライブさんの宣伝をねしたいからね。わしなんて関係ねえんだよ、いらねえいらねえいらねえわしなんてもう2の次や3の次ぐらいや。いやスパチャとかいいんだよありがとうねいやーやっぱホロライブの世界はあたきゃーい、あたきゃーい、すごいよ。ララちゃん、あなたも配信者、知らねえよそんなもん今日はホロライブの布教しに私は来たんや、来たんや。自分のはもうええねん。あったけホロライブ今日はね新曲2曲も出してくれたから早く覚えないといけないな。こうなるとこんなに来るなんて思ってなかったマジ怖えんだけどいやすごいね、ライブ終わった一覧に出てきたんよな。えすごい、やだ、私もホロライブってことそれはないか、すいませんでした、すいません冗談です、ごめんなさい7期生目指そう、やだ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 違う、なんか言われるんだけど、そうよくホロライブ募集してるけどオーディション受けないんですかとか言われるんですけど、違うの、私は演者になる側じゃないの、押したいんだよホロライブを、私は押したいんだよ、金を出したいんだよ私は。ホロライブの一員として皆さんを喜ばせるじゃなくて金を払いたいんだ私はだから多分ないですないないない、認知されてたまるかホロメンに怖い怖い。ララは一生ホロライブを押していきます。立派なリスナーになれる方が自分的には幸せです。あの人個人勢大好きだし来るかも。いやなんかもうあのなんか期待してるけどさ、あの祭りき祭りちゃん来たらララマジで終わるよ。違うんだよ、推しに認知されたいんじゃないんだよ、そうなんだよ、一方的に片思いとして応援したいんだ私は違うんだ、コメントされたら死ぬ、無理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 、きっと来るホラーじゃねえかそれも。つらら夜ね、またねみんな、バイバーイ。ホロライブ最高。